それじゃあね。こんな場所で会えるなんて嬉しいな。ちょっと探し物があったんだけど、疲れちゃったから一休みしてたところ。それじゃあさ、一緒に迷宮攻略してくれないかな。足手まといになったりしないから。大丈夫だよ、それに急いでるの。お願い、一緒に行かせて。キリトの言うことなら聞くよ。足手まといにならないでしょ。この世界を壊してしまう何か、それを探しているの、多分。だから急がないといけないの。うん。でも、だからこそたくさん探索に出て、いろんなものと出会わなきゃいけないんだ。私は、この世界を守らなきゃならないから。というか、私のことよりも、キリトはクリアのために頑張ってるんだよね。だったらさ、パ
パーティーのメンバーもよく考えてさ。キリトにはもっと強力で頼りになるお姉さんの助っ人が必要だと思う。ダメだよキリト、今で満足だなんて間違っていると思う。だって私が活躍できちゃうくらいなんだもん。もっとパーティーとしてのバランスも必要だし、一人一人ソロでの強さにももっとこだわらなきゃ。それに、なんていうのかな、キリトと釣り合うかっこよさも欲しいな。私のようなメリハリのある体、特に女の子の魅力を引き立てる胸の大きさは重要ね。キリトの隣に立つ資格はないわね。ごめんキリト、ちょっと用事思い出しちゃった。今日はここでお別れ。うん、少しは前に進めたかなって思うから、今日はそれでいい。うん、大丈夫だよ。ありがとう。じゃあまたね。いよいよか。行くぞ。緊張するな。